蕎麦作りはね、4年ですか。蕎麦工房が平成8年に始まりましたか、うん、それで頼まれて入って、ね、両親がいたんですよ、お父さんの。面倒ができないって、届かないって、もうひどいから。で、私が辞めてやれするよって言って、8年に始まって12年の5月にはもう辞めて、私が看病したの。だからそんなにやってないんだけど、うん、で今度お父さんのいとこが上宮の金沢んちとこで店長になって、助けてって言われて、またそこへ臨時ね、ちょこっと頼ったんですよ。うわ、ねえ、これね、菊ねりって言って、こうやってくる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 回すな。こんなに四角に伸ばすのはなぜかというと、くずを出さないようにね、うどんは丸く、おそばは四角という例になります。小さく切んないで、私の場合はね、けんちんだから、潰れちゃうと美味しくないから、野菜が。ごぼう、これうちで取れたごぼうね、やっぱり野菜は買いません、農家やってるから。うん、やっぱり買っては農家がせっかく、もったいないでしょ、名前が。この家に60年、おかげさまでどこいたくなくこれやってんの。母親一人。うん、あら、兄弟はいっぱいいましたよ。お父さんが6つの頃でした、殴れたの。それ以来、やっぱりね、母親と兄弟に育てられて、兄弟6人の、私は6番目。うん、人間は私みんな陰満で、私ら兄弟はね、よかったですよ。味噌はうちで作ってんの。今年も作りました、ね、もう作んないで、年だからこのくらいで終わりだね、そうだね、生きてねえねっていう感じで作んなかったんだけど、いやいや、まだ作るようかなって言って、で今年も寝ました。美味しい味噌でしょこれ。まあこの値段か分かりませんけど。美味しいって言うんだって。私が年取ったでしょ、だから、うん、俺手伝うから教えろって言うんですよ。それで、うん、じゃあやっぱり話して教えて、うん、手伝ってもらった方がいいと思って、うん、そんで一生懸命努力家でもう覚えてもらったから、うん、楽なんですよ。だから、死ぬのはダメ、太かった。こう斜めになるつど、ね、こう置いて斜めになるつど、これはよっぽど慣れた人だなっちゃ、平均には切れないの。でも、うん、お父さんばかりだね。まあでもお父さん上手だよって私言うんだけど、なかなか蕎麦屋さんさ出ていてもぴったり揃って出る人ばかり、できる人はないの。
生やってんだものだって蓋あれで全部機械頼んでやっちゃうけど田んぼも作ってもらってんのよその人に。うちで食べるのだけはうちでやんの。野菜見るのが楽しいんだよ。ああこれは水が欲しいんだな、肥料が欲しいんだなって言ってね、それ見るのが実家の母親に言われたら、ほんとトゲの振り子と同じくエズモンをいでんだって言われたけど楽しいんだそれが、うん。メイコでも言われんだもん、おばあちゃんは動いてばいいんだっていうが、もう前さは進みねえんで、そんなに年だがね、うん、でも楽しくやれ、こうやって腰下ろしながらやってるの。よくできたわ。今日はおいしい。おいしい。お酒すめませんね。おいしい。